MC6809。MC6809 MC は、モトローラが1979年に発売した8ビットのマイクロプロセッサ。対称性の高い命令体系を持っている点が特徴である。MC6809 は、レジスタには8ビット幅のアキュメレータを2つ。A、B、一部の命令では2つを連結して16ビット幅のアキュメレータ D として使用できる。 16ビットのインデックスレジスタを2つ、X、Y、および16ビットのスタックポインタを2つ持つ、U、S。インデックスアドレッシングモードにおいては、スタックポインタもインデックスレジスタとして指定できる。前身となる MC6800 とは、アセンブリ言語のソースコードの範囲でニーモニックの互換性は保たれていた。 MC6800 用アセンブラプログラムから MC6809 用バイナリコードを出力するアセンブラは自動的に等価な命令に変換するしかしバイナリコードでは互換性がないまたピン配列に互換性はない命令数は6800の78に対して6809は59であるが等価な命令によってカバーできる 8ビット、CPU としてはライバルとなる Z80 よりも後発のアーキテクチャであるが、それゆえによく練られた直行性の高い命令体系が特徴である。高級言語を意識した豊富なアドレッシングモードや乗算命令を持つシンプルかつ高性能なプロセッサである。CPU 単体でも OS-9 によってプリエンプティブなマルチタスクを実現し、 またオプションの MU である MC6829MU を追加することでメモリ空間を最大 2MB に拡張するとともにメモリプロセス保護も実現可能である。この機能は OS-9 レベル2でサポートされる。動作クロックは 80K、CPU8080 80、Z80 と比較して低いが2小クロックの利用により1クロックで メモリアクセスが可能である。また、命令の実行に必要なクロック数は、単純に6800と比べると多くなっているが、実際の命令実行では、従来複数の命令を用した処理を1命令でこなせるようになり、実行クロック数は実質的に減らせる。例えば、9レジスタで示されるメモリから、A レジスタに値をロードし、その後、9レジスタをインクリメントする処理を、 MC6800 では、ロード命令とインクリメント命令の2命令で行っていたのにし、MC6809 では、オートインクリメント付きインデックスドアドレッシングのロード命令という1つの命令で実行可能である。また、MC6800 では、レジスタの少なさをカバーするダイレクトページアドレッシングモードを持ち、0から255番地のメモリへのアクセスを高速に、 行うことができたが、MC6809 では、その機能を継承した上で DP レジスタを追加し、高速にアクセスできる256バイトの領域を変更することが可能である。これらの特徴により、MC6800 に対し最高5倍の処理能力を持ち、当時の8ビット CPU の中では最も高速である。MC6809 は、 pc 相対アドレッシングモードや 64kB の全アドレス空間をカバーする相対ジャンプ命令を利用して一独立なプログラムを作成することが容易である。また、スタックポインタを使ったアドレッシングモードも充実しており、ローカル変数をスタック上に確保することで再入可能、リエントラントなコードの記述を容易に行える。一独立で 再入可能なプロシージャを作成すると、そのバイナリ実行形式コードをメモリ空間の空いた領域に置くことで、リンカやローダによる書き換え処理を行うことなく直ちに利用可能になる。組み込みシステムの開発において、この特徴は利便性を発揮した。MC6809 の特徴を活かしたオペレーティングシステムである OS-9 を設計するにあたって、コードは 一独立で再入可能であることが要求された。このような背景から、登場当時の月間アスキー市場では、究極の8ビット、CPU と紹介された。MC6809 には、クロック周波数が 1MHz の 6809,1.5MHz の 68A09,2MHz の 68B09 があり、それぞれにクロックジェネレータを内蔵した版と、 外部からクロックを入力する版があり、計6つのバリエーションが存在することになる。クロックジェネレータの種類は、型番の末尾で区別し、アルファベットのない型番、例 MC6809 は、クロックの4倍の周波数の推奨発信子を接続し、内蔵したジェネレータで1、4に分集して使用する。末尾に、アルファベット E のある型番、m c、e、は、 外部で生成した二章クロックを入力する。モトローラから発売されたオリジナル品に加え、セカンドソース品が存在する。日本では主に、日立製作所と富士通によるものが流通した。日立による、セカンドソース品では、オリジナルと完全互換の HD6809 と、CMOS 構造の HD6309 がある。h d はクロック周波数に、 メガヘルツの HD63 バイト09と3、メガヘルツの HD63C09 がある。これらの製品はそれぞれに外部クロック版、末尾に E が付くがあるが提供された。HD6309 は単にクロックを高速化しただけではなく、レジスタや命令の追加が行われた。通常は割り込み時のスタック対比や、 命令実行のクロック数を含め MC6809 互換だが、俗にネイティブモードに移行することで新設レジスタも割り込み時の対比対象になり、また命令実行に要するクロック数が減少して、動作が約30%高速になる。ただし、MC6809 の未定義命令はよく、使われたものでもサポートされず新設の命令コードが割り当てられたため、 そのような命令を使ったプログラムは動作が異なった。発売当初のユーザーズマニュアルにこのネイティブモードと追加命令などの記述があったが、セカンドソース品はオリジナル品と完全互換あることを要求するモトローラからライセンス違反とのクレームがつき、版を重ねたユーザーズマニュアルからは記述が削除され、公式には封印されてしまった。しかし後年、CPU 換装された。 FM-11 にて MC6809 未定義命令を使ったソフトの不具合から新設レジスタの存在が発覚熱心なユーザーの手により資料の作成が行われた未定義コードの動作が違うため CPU 感想には注意が必要だが OS-96809 においてはユーザーの手により OS 自身の HD6309 ネイティブモード対応 通称オースンやアプリケーションの6309化が行われた。日本国内で流通したパソコンでは、富士通の FM-8、FM-7 シリーズ、FM-77 シリーズ、FM-11 シリーズと日立のベーシックマスターシリーズのベーシックマスターレベル3とメガバイト S1 シリーズが6809搭載した。 アーケードゲーム業界では1980年代を通じて積極的に採用された。ナムコのドルアーガの塔、コナミのハイパーオリンピック、カプコンの魔界村などのヒット作品が6809を用いた。原平内ッマデンでは6809が2つ使用されており高レベルな表現を可能にしていた。コナミでは6309の搭載実績もある。 天体望遠鏡の業界では、ビクセンより1984年9月に発売したアマチュア向け自動導入装置の量産として、世界初となるスカイセンサーに6809が搭載された。アメリカ合衆国で流通したパソコンでは、タンデコーポレーションが発売したに 6809E が搭載された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。